こんにちは、古翔です。世界の名作文学を5分で語る、時には10分以上かかりますということで始めていきます。はい、今回は古典文学の古典というものについて考えてみたいと思います。2つのモチベーションがあってですね、今日の話をしようと思うんですが、一つは厳選クラシックチャンネルというこのクラシックの紹介 YouTube に最近ハマっておりまして、これを運営しているなこさんというこの女性の方ですね。この人がさまざまな的確な素晴らしい解説をクラシック音楽についてするんですけど、この中でですね、決定版クラシック音楽史というのがいくつか分かれてあります。長いのでね、 4つに分かれているのかな。でこれを聞いていると、このなこさんという方がですね、クラシック音楽のクラシックっていうのは私はこんな意味だと思うということでおっしゃったのが、必ずしもその古典、古いものっていうわけではなくって、普及の名作になったもの、なりうるもの、それをクラシックと表現するんだっていうね、そんなことをおっしゃっておられて、なるほどなと思った次第です。そして、実は私のチャンネルの書き込みのコメントの書き込みの中にですね、僕は19世紀とか20世紀の、そうですね、戦後、第二次世界大戦後ぐらいまで、カミューのペストぐらいまでを古典という呼び方をするんですけど、ある人がですね、それは古典ではなくて近代文学だと、19世紀の小説を古典なんていうのはおかしいとね、かなり強い口調でですね、書き込みされた方がいらっしゃいました。要は古いものが古典だと思われてるんですね。文学史なんかではね、文学史でそんな表現してるかどうかは分かんないですけども、さっきのなこさんの話でね、普及の名作がクラシックであると、要は古典であると、だからこう中国語の熟語から来ている、現在の日本語としての古典というのはね、ちょっとなんかね、的確ではないような気がするんですけど、その普及の名作になりうるものが古典ということで考えていくと、ということで、いろいろね、そこら辺について、支援を巡らせたところなんですけども、今年の初めぐらいにですね、これは本の写真にしてちょっと見ていただきましたが、この本はですね、何の本かというと、ちょっとこれ出ないな、よいしょ、ダンテ新曲講義というのをですね、今道智信さんという方が書いています。この人確か専門はダンテ学者ではないんですけど、哲学者か何かでずっとこうダンテを個人的に研究していて、著作を出されたというね、そういう変わり種の本なんですけど、この本の中でですね、ダンテの新曲の前にホメロスについてね、ホメロスとかベルギリウスとか、本当の古典の古典のことをね、書いているんですけど、この中で、以前ライブで一度お話ししたことがあるんですけど、古典に学ぶ、クラシックに学ぶってことですね。クラシックミュージックっていうのはね、クラシックだから古典、日本語では古典と翻訳される、さっき言ったようにね、古いというような言い方になるんですけど、この本の中でこの今道さんがね、クラシックの語源についてご紹介しているコーナーがあって、さっきのなこさんのね、クラシックというのは普及の名作になりうるものっていう解釈を私はしていますっておっしゃいました。で、僕もそれに全く同感なんですけど、この本の表現を借りるともっとね、深くなる、クラシックの語源はラテン語のクラシクスですということですね。この辺にいろいろ書いてるんですけど、要は古代のローマ帝国において国が存亡の危機になった時にですね、艦隊を寄付するか、労働力を寄付するか、労働力ってのは自らが兵士となって戦うってことなんですけど、お金のある人はね、艦隊のことをクラシスと言ったそうですね。で、クラシスを寄付する人のことをクラシクスと呼んでいたそうです。で、このクラシクス、艦隊を寄付する人のクラシクスがクラシックの語源になってるってことですね。で、こう古い音楽、古典的音楽、古典的文学のクラシクスがなんで艦隊を寄付する人とが語源なのかっていう、ここにね、大きなミソがあるんですけど、クラシクスというのは国家存亡の危機の時に助けてくれる人なんだってことですね。国家存亡の危機の時に助けてくれる人をクラシクスと呼んでいた。つまりそこから転じてですね、この本のここに載ってるんですけど、人間の心の危機において
本当に精神の力を与えてくれるような書物のことを、あるいは音楽のことをクラシクスというようになということなんですね。つまり艦隊を寄付する人がクラシクス、本当に助けてくれる人をクラシクスと呼んでいた。人間の個人の人間の人生において心の危機の時に本当に助けてくれるこのクラシクスのような人たち、クラシクスのような存在、これをクラシック音楽、クラシック書物とね、そういうふうに呼んでいるんだってことですね。つまり、ラテン語を西洋における語源としてはですね、さっきナコさんが不朽の名作というようなことで、言ってましたよってご紹介しましたけど、ラテン語の語源は明らかにね、別に古いものではなくって、本当に人生を助けてくれる優れた書物、優れた音楽、優れた美術、これをクラシクスと呼んでいて、まあ、それがクラシックということに、ねなっているということですね。確かクラシコイタリアスタイルというね、ファッションのスタイルがあって、この場合のクラシコも、まあ、クラシックがラテン語からイタリア語になまっていってるわけですけど、別に古いんじゃなくて優れたってね、意味だったと思います。つまりラテン語イタリア語においてクラシクスは優れたものっていうね、まあ、そういう意味ですね。でそういうふうにクラシクス、古典、まあだからそれを古典という東洋の言語に訳すんでね、ちょっとおかしくなるんだけど、そういう意味ではね、例えばゾラやスタンダールやバルザックやカミューやカフカやトーマスマンやヘルマンヘッセやハンス・カロッサの小説とか詩は明らかにクラシクスなわけですね。だからそれを翻訳では今古典としか日本語ではね言いようがないので古典と言ってるわけで、近代文学だから古典、クラシクスでないなんてことは全くありえないわけです。はい、で、まあ、その辺の事情はね、ヘルマン・ヘッセの世界の名作文学はってのは僕のチャンネルでした。世界文学をどう読むか、この薄い100ページほどの本にヘッセのクラシック文学についての考え方が完全に載っていてね、なるほど、これがクラシクスの文学かっていう感じがします。それと、まあ、この本にはね、今のこのヘッセの世界文学をどう読むかも入ってるんですけど、平凡社から出ている、世界教養全集、世界文学をどう読むかみたいなシリーズがたくさんあって、アーネルド・ベネットさんというイギリス人かなの人が古典を読む時の読み方みたいな本が ね読み方みたいなことが書かれてるところがあって、これはとてもね、面白いです。チャールズ・ラブの随筆とどんな風に接するかとかですね、古典をなかなか読まない人、つまりクラシックスな文学っていうのは結構真剣なんでね、毎日毎日暇つぶしに読めるようなものではないから、なかなか読み慣れないんだけれども、でも例えばね、例えば毎日1時間はリチャードソン、ちょっと知らないんですけどね、当時のイギリスで流行ってた あれなんでしょうね、リチャードソン、あるいはギボンを読み上げてしまうまでは他のものは何も読まないというようなね、規則を決めてでもいいからクラシックスな文学を読もうというね、そんなことを言っていました。なので例えばその僕はね、東野圭吾の使命と魂のリミットってね、NHK で舘ひろしさんが主演でやってましたけど、この小説って僕にとっては一時期クラシクスでしたね。現代だからクラシックでないということはなくて、クラシック、今の自分にとってこの本はクラシックだっていうものはやっぱりあるんですね。ただずっと残るかというとね、やっぱりね、うまくできてて、これはずっとはクラシックのまま僕に残らない。でこれもね、重松清さんの流星ワゴンも一時期僕にとってとてつもないクラシックな文学だったんだけど、今では残らない。そしてまたこのロバート・パーカーの初秋に至っては30代の頃毎年秋になったら読むぐらい好きでね、明らかに僕にとってクラシックな文学だったんだけど、今ではねその印象は薄れてしまって、で戻ってこない、ところが例えばね、まあ、これは文学じゃないけどスピノザについての伝記と思想を解説した本ですけど、これはね、ずっとクラシックで残ってるんですね。まあ、スピノザはクラシックってはクラシックなんだけど、それからアーダルベルト・シティフター、まあ、近代文学の範疇に入るけど、これなんかはね、まさに僕にとってはクラシックス、最大のクラシックな文学が僕にとってはアーダルベルト・シティフターの
の挽歌なんですね。そしてこれは世界近代史十人衆なんだけど、これもね、まあ、ランボーとかベルネール、バレリー、イエーツ、T.S. エリオットなどが入っているんですが、あとホイットマンとかハイネとかマイコフスキーに、あとは誰がいるんだっけな、まあ、そんな感じで入っていて、まあ、これもね、セロテープで背拍子がボロボロなんですけど、これもクラシックな僕にとっては文学です。そしてそのヨーロッパでね、クラシクス、艦隊、クラシスという艦隊を寄付する人のことをクラシクスと言って、クラシクスなものが真に役立つ普及の名作っていう意味だっていうことになるんだけど、まあ、この西洋のクラシックっていう言葉を使わずに東洋でね、古典に変わる言い方はないのかっていうふうに思うと、聖約説の遵守ね、聖前説の申しに対して聖約説の遵守で厳しいことを言う人だなみたいな感じのイメージがあるんだけど、この遵守という人はですね、こんな言葉を残しています。家福修士を知って惑わずということですね。これは遵守のこのことに対してこんな文章が残ってるんですね。我ら何のために学ぶや、遵守に曰く、それ学は通のためにあらざるなり、窮して苦しまず、憂えて心衰えざるがためなり、家福修士を知って惑わざるがためなりと、この後よく学の真髄を解けり、ということでね、この家福修士を知って惑わず、漢字ですからね、こういう字ですね。わかりますかね。家福修士を知って、つまり人生におけるいろんな良くないことが起こった時にも動揺したり迷ったりしない精神の柱を作るために学があるというわけですね。で、まあ、この学はね、学問という意味ではなくて、まあ、儒教とか老子とかそういう、こう中国の古典的教養のことを言うわけなので、つまり学イコールさっきのね、ローマ帝国のクラシクスと置き換えることはできるでしょう。古典文学も、いわゆる今の日本語でいうところの古典文学もこの学に入るでしょうね。それ学は通のためにあらざるなり、何かこう出世とか実用的なことのためにではなくって、それ学は通のためにあらざるなり、窮して苦します、憂えて心衰えざるがためなり、家福修士を知って惑わざるがためなり、まあ、これこそ、まあ、繰り返しになりますけど、人生存亡の危機の時に助けに来てくれる艦隊クラシクスのことであるということだよね。まあ、クラシクス、学、西洋のクラシクス、東洋の学ということで、これこそが、古典文学の正体だと。人生存亡の危機の時に助けに来てくれる不朽の名作のことなので、書いた瞬間クラシクスになるものもあるだろうということで、あります。はい、今回はこんな話を考えてみました。以上で終わります。またお会いしましょう。ありがとうございました。